マストドンはミニブログサービスを提供するためのフリーソフトウェア、またはこれが提供する連合型のソーシャルネットワークサービスである。開発者はドイツのオイゲン・ロホコ。脱中央集権型のマストドンのサーバーは誰でも自由に運用することが可能であり、利用者は通常このサーバーの一つを選んで所属するが、異なるサーバーに属する利用者間のコミュニケーションも容易である。 メディアを再生するマストドンの説明動画サービスとしてのマストドンは短文投稿型の SNS である。ウェビュー位はツイッター用のクライアントとウィートデックに類似した外観を持ち画面は複数のカラムによって分割された構成になっているマストドンでは利用者の投稿する短文はトゥートと呼ばれており500文字の制限がある他の利用者をフォローすることでその利用者の投稿を ホームタイムラインと呼ばれるカラム上で読むことができるようになる点は先行サービスと同様である。t o ートの閲覧に関する制限導入が可能なのも同じだが、それらについてはより細かい調整が可能となっている。サーバーは複数の利用者がぶら下がる分岐点となり、サーバー間はアクティバタイプ部を用いて通信を行う。こうしたマストドンのネットワークは、 電子メールのそれに類似している。電子メール同様、利用者は自分とは別のサーバーに属する利用者と交流が可能である。また、他のサーバーへと利用者がアカウントを移行させるための機能も提供されている。中央集権型のサービスでは、すべての利用者は単一の管理者が運営するサーバーにログインする。また、そのようなサービスの運営者は、 ソースコードを公開していないため他の管理者が同一のサービスを運営していることは基本的になく、クライアントソフトにも運営者を切り替える機能は搭載されていない。マストドンは管理者も設置場所も異なる、多数のサーバーで運用されており、利用者は自分自身でサーバーを選ぶか、自身でサーバーを開設し、アカウントを作成、これにログインする。管理者は 自身のインスタンスを自由に操作できる。また、API が広く公開されており、クライアントや関連アプリケーションの制作が単一の管理者によって制限されることはない。なお、バージョンアップに際し、運用するサーバーは管理者の任意のタイミングにバージョンアップが可能となっている。そのため、 バージョンが異なるサーバー間や独自で変更を加えているサーバーとの間で不具合が生じる場合もある。アグプル -3.0 に基づき各サーバーによる独自の改良が可能となっている。これにより企業向けツールの土台としても利用されている。使用技術も参照。名前について GitHub で公開されている FAQ においてロホコは私は 同名のプログレッシブバンドのファンで、そこからマストドンという動物に興味を持つようになった。この動物とマストドンという名前は大変クールであると考えたとしている。ツイッターのような中央集権型のサービスであれば、利用者はアカウントを作成するだけでサービスを利用できるが、マストドンの場合、利用者は一般的には自分が所属するサーバーを決めて、 そこにアカウントを作成する必要がある。サーバーを設置するための特別な資格や権限は必要ないため、自分で使用するためのサーバーを新たに設置することもできる。2017年4月現在、500以上のサーバーが運用されている。その仕組み上、悪意あるサーバーが自身に登録した利用者を攻撃する。 情報を悪用するといった可能性は否定できず、これを防ぐことは困難である。マストドンは信頼できるサーバーにアカウントを作成するよう呼びかけている。マストドンのネットワーク全体には利用規約に相当するものは存在しない。その代わり、個々のサーバーの管理者は自身のサーバーの利用者に対し利用規約を設定し、これに違反したアカウントを削除することができる。 また各サーバーは自身のポリシーに合わない投稿が行われるサーバーとの通信を遮断できる。ロホココはコミュニティが密接で小規模であるほどその中で有害な振る舞いは隠蔽されにくいと述べており、このような小規模コミュニティによるサーバーが自身のポリシーに近い他のサーバーと連合を作ることによって中央集権型のサービスが支払わざるを得ない。 ハラスメントなどの不正行為の対策に咲く莫大なコストを削減できると主張している。不正行為そのものを目的としたサーバーが登場する可能性についても考慮されており、各インスタンスは不正サーバーとの通信を遮断することで自身に属する利用者を保護できる。こうした連合型の SNS 特有の不正行為対策とは別に、ツイッターのブロックやスパム通報に相当する。 ハラスメントの被害者などが利用するための自衛手段も用意されている。バージョン2.0より実装されたカスタム絵文字の機能でサーバー内の雰囲気などに合わせて自由に絵文字を増やすことができるようになる分散型特有の機能が追加された。またツイッターでも使用されているようなフォローしているアカウントのリスト機能も追加された。マストドンではユーザー所属サーバーの移行 すなわちフォロー、フォロワー等を引き継いだ引っ越しが可能である。SNS のユーザー情報は所属するサービスサーバーにより管理されており、もし別のサービスサーバーで新規アカウントを作成しようとすると一般にはユーザー情報を引き継ぐことはできない。マストドンでもユーザーは一つのサーバーに所属するが、マストドンでは所属するインスタンスの引っ越し、すなわちユーザー情報を引き継ぐ。 形の所属インスタンス移行が可能である。技術的には、アクティビティボキャブラリーで定義される、ムーブーアクティビティを用いた、旧所属インスタンスマイナス新所属インスタンス、フォロワーインスタンス間の連携により、旧所属インスタンスアカウントへのフォローが、新アカウントへのフォローへと、自動変更され、フォロワーの引き継ぎが可能になる。利用者は、自分のトゥーと一つ一つに対し、 公開するか否かを設定できる。利用者の投稿した公開ツートは、自身がフォローした利用者のツートが表示される、ホームタイムラインと呼ばれるカラムとは別の、公開タイムラインと呼ばれるカラムにも集約される。公開タイムラインには、ローカルタイムラインと、連合タイムラインの2種類が存在している。ローカルタイムラインではそのサーバーに所属している、全利用者の公開ツートが表示される。 一方、連合タイムラインではサーバーが知っているすべての公開トゥートが表示される。これは、同一サーバーの全利用者の公開トゥート、同一サーバーの利用者がフォローしている、全利用者の公開トゥートを意味する。投稿前にプライバシーレベルを選択する利用者は、トゥートを投稿する際、公開、未集載、フォロワー限定、ダイレクトの4段階のプライバシーレベルから1つを、 選択する。先に述べた通り、公開に設定した2とートは公開タイムラインとホームタイムラインの両方に表示される。未収載の2とートは投稿者のプロフィール画面などから誰でも閲覧できるという点では公開されていることになるが、こちらについては公開とは異なり公開タイムラインには集約されない。フォロワー限定とダイレクトはさらに閲覧できる利用者の範囲を狭め、 前者は利用者のフォロワーに、後者は指定した利用者に閲覧を限定する。風切りされたばかりの映画の革新、閲覧者に不快感を及ぼし得る性的あるいは、グロデスクな内容など、誰の目に触れても問題ないとは言えない投稿を行う。際、投稿者本人が閲覧者に配慮するための機能として、マストドンはコンテンツ警告と NSFW の二つを提供している。 コンテンツ警告を使用すると、投稿者が自由に設定できる、警告文と本文からなるツートは、本文が非表示の状態で、他の利用者に表示され、もっと見ると書かれたボタンをクリックした閲覧者にのみ、隠されていた本文が表示される。画像や動画などのツートに添付された、サブコンテンツを非表示にするための機能が、NSFW である。利用者がファイルを添付した後新たに出現する。 目のマーク、あるいは NSFW と記されているボタンを押すと、投稿されたサブコンテンツは閲覧者がクリックするまで非表示の状態となる。トゥーっと本文とサブコンテンツの両者を隠したい場合、NSFW とコンテンツ警告を同時に使用することもできる。サブコンテンツ付きの投稿にコンテンツ警告を使用すると、サブコンテンツにも自動で NSFW が適用される。自分のアカウントへのフォローを承認性にできる機能である。承認性アカウントは、プロフィールのユーザー名の横に鍵のマークが表示される。承認性アカウントをフォローしようとすると、フォローリクエストが送られ、当該アカウントがフォローリクエストを承認することで、フォローが成立する。この機能、または、この機能を有効にしているアカウントは俗に、 カギアカとも呼ばれているただしこれは、例えばツイッターの鍵アカがフォローを承認性にする他に、フォロワーにならないとその投稿を見ることができない機能でもあるのに対して、マストドンの鍵アカは単にフォローを承認性にするのみの機能でしかない。前述のように投稿範囲を指定することが必要である。これは逆に言えば、マストドンでは通常のアカウントだが、 フォロワー限定の投稿をする、鍵赤だが、公開投稿をするといったツイッターではできない、ゲートが可能であることを意味する。サーバーサイドの言語として Ruby と JavaScript とデータベースとして p o s t g r e s c l と Redis を使用。フレームワークとして、サーバーサイドには Ruby on Rails が、フロントエンドには React, JS と Redux が使用されている。 サーバー間の通信プロトコルには、アクティバタイプ部が使用されているため、通信はマストドンのサーバー間に限定されず、GNU ソーシャルやプリローマのような同標準に、準拠した他のミニブログのサーバーと、相互運用可能となっている。ただしアクティバタイプ部は、あくまでサーバー間通信を規定するプロトコルであり、クライアント API の互換性は保証しない。 GNU ソーシャルのクライアントでマストドンのサーバーにログインすることはできない。かつては通信プロトコルとしてスタタスが使用されていた。バージョン1.6例よりアクティバタイプ部への置き換えが開始、バージョン2.0例からは公開範囲が非公開、またはダイレクトであるトゥートがスタタスに配信されないという政権が設けられた。バージョン3.0例にて、 スタタスサポートは廃止された。前日の通り、マストドンのライセンスは GNU フェロゼネラルパブリックライセンスで GitHub にて公開されており、各サーバーがライセンスに基づき独自に改良することが可能である。また、ピキシーフが運営するポーに実装されたプロフィールページへトゥートをピン止めする機能がマストドン本体に取り込まれるなど、サーバーの独自機能だったものが、 マストドンとしての機能に発展することがある。マストドンが最初に公開されたのは2016年の10月であったがアカウント数が目立った増加傾向を示したのは2017年の3月末から4月初頭にかけてのことであった。2017年4月7日、ザバージは現段階のマストドン全体のコミュニティは小規模なものであり、ツイッターを続けている人を引きつけるほどの個性を 未だ確立していないと評した。アカウントマスタドンザアコウントソーシャルルー LT はマストドンの各インスタンスが自己申告したアカウント数を自動的に集計して公表している。これによれば4月7日の時点ではマストドン全体のアカウント数は約10万であったが4月13日には20万アカウント4月21日には40万アカウントを 突破した。日本においては、2017年4月頃日本のサーバーで著名だった、mstdn.jp の運営者がドアン語に入社するニュースとともに、ニコニコにて、フレンズ、ニコのサーバー制作の発表に含む形で、マストドンが紹介されたことで広まった。同じく、日本で利用者数が多いピキシーフでも、ポサーバーが制作。 画像関連の機能が強化され、ツイッターでのアカウント凍結で、画像投稿に不自由していたユーザーも取り込む形で、利用者が増大していった。なお、どちらも各アカウントからの認証登録が可能となっており、また、ポーでは、制限がない画像投稿という点から、日本国外からのサーバーからトラブルを呼び込まないように、それらにアクセス制限をかけている。また、 ツイッターの API 使用条件が厳格化されたことにより、ストリーミング機能が実装されていたユーザーストリームズ API が廃止され、サードパーティー製のアプリが使用できなくなることや、AI による判断で誤ったアカウント凍結の大量発生、凍結基準の厳格化による一般利用者の永久凍結が発生したことから、2018年8月15日午後から16日の 午前にかけてツイッター利用者の一部がマストドンのサーバーへ流入するといった現象が起こっている。2019年2月25日にはツイッターの禁止規約の変更、検閲の強化に伴い再度流入先として注目を集めている。ありがとうございます。